こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはミアハッピー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミアハッピー花に立ちます。その後ろからはカリスマボールド、この馬も上がっていく構えです。さらにはセイシルエット、13番センタークルーズ、その後ろポーラーシグナル、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。センタークルーズ先手を取りました。カリスマボールド、そのうちに続いています。エルコンドルパサー、好位をキープ。ハートオブスパークル、すぐ後ろ、その隣にミアハッピー、その横にラブアイリス、内からはマッチレスサミット、その外からセインシルエット。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはセンタークルーズ、エルコンドルパサー、好位をキープ。ミアハッピー、そのうちに続いています。その隣にハートオブスパークル、その横にマッチレスサミット、その外にラブアイリス、その隣にグランデイ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。カリスマボールド、センタークルーズ、ほとんど差がありません。3番手にエルコンドルパサー、絶好の手応え。エルコンドルパサー、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはエルコンドルパサー、エルコンドルパサー先頭です。引き離しにかかりました。2番手はカリスマボールド、懸命に追いすがります。やはりエルコンドルパサー先頭だ。あと 200m、 エルコンドルパサー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はカリスマボールド、エルコンドルパサー独走。エルコンドルパサーぶっちぎりです。エルコンドルパサー1着、2着はカリスマボールド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は成田トップロード、成田トップロード先頭。2番手はエアキャメロン、懸命に追いすがります。残り 200m、 成田トップロード先頭だ。残り 100m、 成田トップロード粘る。エトワールガイデン迫る。成田トップロードもう一伸び。成田トップロード、成田トップロード1着、2着にはどうやらエトワールガイデン、1番人気に応えました。成田トップロード見事です。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭はマチカネツク来たる。残り 200m、 先頭はマチカネツク来たる。オフサイドトラップ先頭です。このまま押し切るか。オフサイドトラップもう一伸び。オフサイドトラップ1着、オフサイドトラップ1着、2着は微妙です。これが世界を制した実力だ。オフサイドトラップ。
東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のセイントビリーブゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、ノーブルモントレー前に行きそうです。続いてパライドフォーシズ、内からは西野サンデー、黒の帽子ブレイブテンダー、その後ろ好位置をキープしています競泳マーチ、並んで5番オリエンタルエクスプレス、筑波シンフォニー、この馬もこのグループ。すぐ隣にビッグサンデー、その外にセイントビリーズ、オレンジの帽子ロイヤル鈴鹿、その後ろすぐ隣にキングオブダイヤ、その横にウィルビーゲイル、スピードワールド、この馬もこのグループ。その外から LA ウィン、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ、先頭は競泳マーチ、ノーブルモントレー、ほとんど差がありません。石野サンデー3番手。さあ、競泳マーチ逃げ切れるか。競泳マーチ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はノーブルモントレー、懸命に追いすがります。やはり競泳マーチ先頭だ。残り 200m、 競泳マーチ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。オリエンタルエクスプレス迫る競泳マーチ、競泳マーチ1着、2着にはどうやらオリエンタルエクスプレス。競泳マーチ見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。